これより優勝選手の表彰を行いますそれでは優勝しました男子興津愛選手女子平高奈那選手の登場ですどうぞ拍手でお迎えいただきたいと思います <laughs> ではお二人マイクお持ちいただきたいと思います真ん中の方にお願いしたいと思いますまずはお二方優勝おめでとうございます えー、先にレースを終えました沖津選手ですけれども、まあ、モーターが良かったということで優勝戦前、どんな気持ちでしたかはい申し上がってましたスタートだけです、はい、もう終わってみれば圧勝というレースでしたかねあい,いや、エースタートできましたその男子の優勝戦がいい逃げということで平高選手はどんな気持ちで優勝戦を臨みましたかあちょっと気持ちがリラックスしていけそうかな、はい、と思いました、はいはいえー、結果的にはお二人ともゼロ台のトップスタートから逃げでしたけれども。 沖津選手まずは優勝戦いかがでしたか。あいやうんいいスタートでした。はい。うん、もうスタートは集中していけましたかね。いけましたね。はい。明日、はい、的にはやはりもうこれだけ仕上がってたということで。まあそうですね。スタートしてでも2番の松江君が下がってったんで、も、えーはい、うん、刺されたら苦しいなと思ったんですけどね。はい、まあいけましたね。はい。はい 一方平高選手の方は、まあ女子の方は結構モーターもメンバー揃ってました。いかがでしたか。そうですね。スタートドトクの時はそんなに気にならなかったんですけど、えー、展示でもごたんなさんが相当出てたんで、はい、はい、焦りましたね。はい、それでスタートちょっと行く気になってという感じで。行ってちょっと早かったね。放りました。はい。はいえー、平高選手の方は今まゼロ四のスタートで <laughs> よかったです。はい、はいはい、<laughs> このあと十番も控えてましたけれども、<laughs> まあ助かったという感じで。<laughs> そうですね。はい。はい、まあでも二幕待ってからはもうあとは独走でしたよね。 そうですねちょっとグリップ求めてしっかり調整してたんで良かったと思います。はいということで、沖津選手は今年の優勝、これが3回目ということで、なかなかリズムとしては良さそうですけれども、いかやいや、ちょっとここ立て続けにね、1号艇でポシャってましたんで、ちょっと緊張しましたはいまあでも、年まあほぼ前半終わっての3回の優勝ということで、今後に向けても、いかがですかまあ後半3回、できれば4回目指していきたいと思います。はい そして平高選手は今年初優勝ということですけれどもいかがですか。そうですねえっと結構ずっとあの調子が悪かったので、はいここに来てリズムが上がっていいと思います。はい。まあ何よりもこの後 G1 ですから始まのつく優勝ということで。はい、はい、大きいですね。はい。はい、え沖、ー、田選手のもこの後あせ見ますと9月以降は G1 続きますからそこに向けてはどうですか。まあそうですね。はい。調子上げていきたいですね。はい。はい えー、そし沖津選手は徳山、2回目の優勝を改めて数年以下で優勝を何回も乗らせてもらってるん、ねはいるので2回じゃ少ないと思うので、はい、まあこれからもいっぱいいいい優勝していきたいと思います、はいえー、ちなみに徳山、来年の6月 S 字のグランチャン決まりましたけれどが、まあ、今後しないでは当然、いやいやいや、そこまでは全然、はいはい、自分なりに頑張ります。 平高選手の方は、徳山これまで結構優勝戦乗る機会多かったですけれども、初優勝ということで。そうですね、多いんですけど、3年に1回ぐらいしか来ないので、はい、はい、好きなんですけど、なかなか斡旋してもらえてないです、ねえー。はい。はい、まあ、今後向けて。あ、そうですね、あの、たくさん呼んでほしいと思います。はい、はい。では、最後に、まずは沖選手からファンの皆様にメッセージをお願いします。え、また来た時、頑張ります。しくお願いします。はい。そして、平高選手からもお願いします。 はい、えー、徳山あの好きなのでこれからも来た時は一生懸命頑張りたいと思います応援よろしくお願いしますはいありがとうございましたそれではマイクお預かりしたいと思いますそれではこれより優勝選手の表彰を行います6日間にわたりましてのレノファ山口カップ男女ダブル優勝戦これより優勝選手の表彰を行います 優勝しました沖津選手そして平高選手に賞状とそして副賞のレノファ山口のユニフォームが株式会社レノファ山口代表取締役社長河村隆様より授与されますお願いいたします <laughs> そして今回の副賞はこちらのレノファ山口のユニフォームになりますまずは沖津選手そして続いて平高選手にも贈られます わざわざありがとうございます。来ていただきました沖選手。ありがとうございます。そして平高選手にも賞状、そしてレノファ山口のこちらのユニフォームが贈られます。以上をもちまして表彰終了いたします。川村様ありがとうございました。それでは最後に写真撮影を行いたいと思います。川、えー、村社長も一緒に川、えー、村社長真ん中にはい入っていただきたいと思います。真ん中に入った方がよろしいですかね。はい。 えー、そして、写真撮影の場を設けたいと思います、えー、今回はレノファー山口カップ男女ダブル優勝戦ということで、えー、優勝しました興津選手そして平く選手のお二人にレノファー山口のユニフォームが贈られました、えー、河村社長とともに写真撮影を行っておりますどうぞご希望のファンの皆様政治近くにお集まりいただきたいと思います。 このお二人にはしっかりとこのユニフォームが今回副賞として送られておりますそれでは以上をもちまして写真撮影終了したいと思います川村社長ありがとうございました <laughs> さあ今回レノファ山口カップということで、えー、レノファ山口のユニフォーム送られたんですけれども沖津選手も平高選手も地元に J2 のチームありますけれども、はい、レノファ山口のユニフォーム手にした感じいかがですかいや,いやそうですねオレンジはい いいですね。なんではい、平高選手いかがですかそうですね愛媛 FC ってあの色をかぶってるんですけど <laughs> はい。<laughs> <laughs> ということでぜひ今後もレノファ山口の応援もよろしくお願いしたいと思いますお二人ありがとうございました、はい、ありがとうございましたそれではお二人退場となります、えー、優勝しました大吉選手そして平高選手退場ですどうぞ拍手でお送りいただきたいと思いますありがとうございました今回はレノファ山口カップダブル優勝戦優勝しましたお二人には レノファーー山口のユニフォームが送られました、えー、そして今後のお二人の活躍にもぜひご期待いただきたいと思います、えー、6日間にわたりましてのレノファー山口カップ男女 W 優勝戦沖津選手、平田選手の優勝で幕を閉じました。